岡山県瀬戸内市のリポーター名岡山マウンさんからいただきました。今日のおやつは昨日買ったみかんヨーグルト大福とずんだ大福にします。本当はもっとたくさん買ったけど我が家の姫たちにほとんど食べ尽くされましたということです。お父さんが多分買ってきたものを娘さんたちが食べ尽くしてしまったということですね。あるあるですね。そっか、これがみかんヨーグルト大福とずんだ大福、美味しそう。今日はヨーグルトの日でもありますしね、みかんヨーグルトって相性良さそう、うん、ずんだ大福、私ずんだの味があんまりわからないんですけど美味しそうですね。そう、食いしん坊姫、私も娘が2人、娘が違いますね、あの違います、カミングアウトじゃなくて、あの私が娘なんですけど、時武は私と妹がいるのでこう姫しかいないんですけど、お父さんがあのお菓子を買ってきてくれたりお土産を買ってきてくれると娘、違います もうほとんど食べちゃうんですよね、私たちが。でお父さんが後々になって、あ、お父さんも食べようって言ってやってきたら、え、もうあと1個しかないよみたいなのがあるあるですね。続いて見ていきましょう。